こんにちは。宮本照作、本を積んだ小舟より、深沢七郎、奈良山武士行を4回に分けて朗読しています。今日は第2回目をお送りします。17歳の私は、奈良山へ行くということが、70を迎えた老人を山へ捨てに行く村の掟を意味しているのに気づかなかった。帰老伝説というものが、かつての日本の貧しい地方にあったことは、何かの本で読んでいたが、奈良山武士行を半分近く読み進むまで、おりんばあさんが70になった年に、奈良山へ行って何をするのか、私にはわからなかった。中央公論新人賞の選者として、この奈良山武士行を絶賛した政宗白鳥は、選評において次のように書いている。今年の多数の作品のうちで、最も私の心を捉えたものは、新作家である深沢七郎の奈良山武士行である。私は、この作者は、この一作だけで垂れりとしていいとさえ思っている。私は、この小説を、面白づくや娯楽として読んだのじゃない。人生永遠の書と一つとして新読したつもりである。おりんばあさんは一人息子の新平の優しさをよく知っている。新平はいかにそれが貧しい村の掟と承知していても、自分の老母を山へ捨てに行くことなど、胸が張り裂けるほど辛く悲しい行為なのだ。けれども、自分に5歳がき、年頃になった息子が、林家の娘を身ごもらせるに至って、ついにお林を奈良山へ連れて行かねばならなくなった。山へ行く掟にも作法がある。一つは、山へ行ったら物を言わぬこと。もう一つは、家を出るときは誰にも見られないように出ること。他にもあるのだが、その中で重要なのは、山から帰るときは必ず後ろを振り向かぬことであった。とうとう、おりんばあさんが奈良山へ行く日がやってきた。家の者たちが寝静まるのを伺って、裏の縁側の戸をそっと外した。そこで、新平の背負っている背板に乗ったのである。その夜は、風はないが、特別に寒い晩で、空は曇っているので、月の明かりもなく、真っ暗の道を、新平は盲人の歩みのように歩いていった。おりんと新平が出た後で、玉やんは布団の中から起き上がった。そして、戸を開けて外に出た。根っこのところに手をかけて、暗闇の中を目を据えて見送ったのである。新平はいよいよ奈良山に来てしまったのだと思ったので、もう口を聞くことはできないぞ、と決心した。おりんは家を出てから何も言わなかったのである。歩きながら話しかけても、返事をしないのであった。頂上らしいところに二人が到着すると、そこには先に捨てられた老人の死体があり、さらに進むと別の岩陰に白骨があった。ひるんでいる新平に、おりんは背負われたまま、前へ進めと無言で手を振る。また別の死体があり、何匹かのカラスがうごめいている。カラスの数が増えるたびに死人の数も増していく。今日はここまでにいたします。宮本照作、本を積んだ小舟より、深沢七郎、奈良山武士行の第2回目をお送りしました。ありがとうございました。